はい、こんにちは。どうもね、ワープ不二軒の不二軒です。なんちゃって不二軒とも言います。はい、今日も最近ですね、ちょっと寒いんで、長袖にしようか半袖にしようかってね、急にちょっとね、なんていうんですかね、寒くなりました。で、今日は休みだったので、今までやりたいなと思ってたことをやってますね。前は助手席にこのファンがあったんですが、ちょっとね、ドアを開けた時に配線のねジョイントがね、取れちゃって切れちゃったんですね。それなんでまた新しいねこの配線を買って、そして取り付けようということでやってます。助手席の方のドアはいっぱい開閉するので、後部座席の方のドアの方がいいかなってことと、あとは後部座席の方にこうね電源があるので、そっちの方がいいかなと思ったんですけども、だけどなんだろうね、ドアがスライドでね開閉するたびに配線の方が引っ張られてしまって、ちょっとうまくいかないような感じなんですね。まあこれはね、うまくいってる方です、まだ。でね、そんなようななんちゃってのことをやってます。はい、皆さんはいかがですか。皆さんのね YouTube を見てるとうまくやってんですよね。いや、それはそうですよね。僕の場合はそうですね、なんちゃってですので、 DIY とは違ってね、素人がやってるもんですから、なかなかうまくいきません。でもね、楽しみながらやってます。はい、これは仕事とは違うんで、仕事もとかね。はい、というわけで、まあね、何にもできない不二軒なんですけど、何にもできないなりに楽しく自分でね、自分の時間は楽しく使ってやっています。はい、皆さんはどんな楽しい時間を過ごしているでしょうか。ね、ずっと仕事のことを考えててもしょうがないし、ね、ですから休みの時はね、こんな感じで僕はやってます。はい、これね、会社の人が見てたらちょっとね、こんなことやってから仕事ができないんだよって言われそうな気がしますけどね。まあいいや、そんなわけで見てないことを祈ってます。はい、ではまたね、バイバイ。じゃあランダム配信ですのでね、どうかチャンネル登録お願いします。はい、それしか言えません。よろしくお願いいたします。励みになりますので、じゃあね、バイバイ。